行けば、こっちで行けば、名前はね、やってることもありましたね。
この手ですけど、要は何の手かっていうと、これ、いつもやって呼吸法の手なんですよね。呼吸法のこういう両方の手の方。で、彼来るから、片っぽでやると、こういっちゃったらこう来ちゃうから。で、しょうがないから、自分の手は真ん中に持ってきて、こういうふうになってる。手は、だから呼吸法の手。こういう手、いつもやってる手ですから。あんまり、なんていうのかな、押すとかやるとか、やらないで、普通呼吸法で、たまたま力の方向がこっち来たと、こう回ってきたから、こう入って、こうやってる。こういうふうに呼吸がある。こういうふうに呼吸がある。正面、ボケを振ってるのもあるんですよ。ボケを振ってるのも呼吸法だと思うんですけど、これ、こういう手に開いてみれば、こう、画面開いてる形になります。最終的には返します。でも、基本はボケを振ってる手ですから。これあんま気にしないこう、こういう気ですけど、なるべくこう、で、こう来れば、ここからこう来れば、で、これ今度、こう、要はこういう動きで、こういう動きで、こっち側来れば、意味ない。だからこう展開していきますね。こう来れば意味ない。こういう転換するんだったらこういうふうに、であとはこう入ってくるとこうなってくるんだけど、このまま例えばあれだってきて、ポッと2つやりましょう。上の方のこういう、まあ、上の方のこういうね、こういう。転換こうして、一つは自分の足こういうふうについてやったんですけど、今度はこのなんかこっちから入る、こうなって、これすごく入れないので、ちょっと出しておいて、でここにこう、2つできます。同じですから、上と下の。上の場合はこうして、こんな感じで、まっすぐこうなって、安心、そういう状態で。こっちはこれこうやって上げてくると、これこうやってね、この手来ないようにしか分からない。これ下げてこう来てくると、だからこの手は向こうへ出してこう出してきたんだけど、そういうつもりでいかないんだ。こう出してきてここに入って、そういうにいかないと。これを戻して、この中入ろうとして、来たら待ってますから。出して、さっき右投げやったのと同じ。右投げやって、こっちへ入って。今度は、出しながら、ここに入って。それじゃないと足で、これ、しますから。その辺考えて、ちょっと近いです。上に出る。上の手も外出ちゃったら、これ外出しちゃったらこの手嫌なの、このまま来るのだから呼吸法なんだけど、片手でやってるから これだとセンターずれちゃってるね。センターに合わせることでいいんですよ。センターこういうふうにセンター、そういうことだから、これやっちゃダメだから、こうやってみんな外にこう出しちゃうんだよ。外出すともうくださいって言ってるやろ、もらっちゃう。だから必ずこの輪っかもらうっていう
自分は脇もらう。もらってるの。意識がだから、もらう意識じゃないと、手を振る意識じゃない。ね、もらうためにどうしましょうかって言った時に、こうもらっただけ。だからその時に手がこうなって、こうなって。だからこの手が止まって、足元が。だから当てみ出る。また踏み出ていく必要なくて。当てみ出て外した瞬間来ますよね。だから、こうやってやってからもう、当てみ必要ないの。全然、この足。全然、楽勝で。全然来ないから、ね、っていう感じ。これも下から、これ手が入っていっちゃったら、これ待ってるんですから、こう上げていっちゃう。上げてないんですよ。耳と耳内と同じだから、こうに落としてきたのと同じで、ここに入ってるから、全然、当て身の必要もない。入り身投げの変化だ。入り身投げの変化としては稽古してるね。入り身投げの変化。こう入り身投げの変化で、こっちから来るか、こっちから来るか、その2つから、ここにもっと体ね、今このようになってきた。こうやって入ったら、今、いろいろやりましたけど、こういう、相手の後ろになる。同じですから、向こう入ってきて、こう、ここからこう入ってきて、こうやれば回転ができる。回転投げとか複雑な技やるってのは複雑なやる、なのことやるとほらこの辺がついちゃってさ接待ずれちゃってするわけじゃないですか。だからそれの複雑なことやればやるほどそれが難しいとか難しいっていうのはこれがずれちゃうから、だからその時もいつもこういうセンターでセンターもらってセンターだよって全部に気づいてないといつもセンターも外れないです。ちょっといろいろ好きにやります。こういう形、こういう形もらって、しかも、少し何やってもいいと思うんですけど、そういうことに気づいて、なるべくカチカチならないとか、少し自由にやります。今と同じですけど、今と同じでこう取ってきた、そのまま入ってくればもう一挙ですよね、完全に。こう来て、こう入ってくれば。転換して、水中線、それからこう、これと同じ。下から転換して、それからでやるんだったら、こっからよいしょってもう一回直して、でこう入ってきた方がいいと思う。初めからこう回ってきたら、
を回してきちゃうと彼楽ちん、すごい楽、全然俺無知しかないからあんまり最初は悪魔の、それからそれが高状態になってもらってる状態、それからよいしょってやってもらってる感じ、その方がいいかな。もしくはこうやって入っといてですね、一発でやんないでよいしょってもう一回やって、こう向かい向かい200通アクションでやった方がいいじゃないかなと思うんです。じゃあ今度こう来てね、でこう今度こう来て、今度こう来たらこうやる、こうやって、この手を脇もらって、こうなった、この手、こう、こっからこう、こういうふうに入ってくる、こうなってますね、こう入ってくる。さっき転換してそのまま組んだったら転換して、でこのまま転換してれば、転換してたらそのまま向こう出してこう出てくるんだったらこうやって上げといて、こうちょっとこうなったら脇の下も、それから、じゃあちょっと庄内やってみましょう。呼吸ですから、これ一応こうなんかやってみなくて、いつも呼吸法やってますね、こういうあれですから、あれの変形だから、それが目標としての具合だから、そこのとこ分かっ、こと分かってらっしゃると思うんだけどね、あんまりこう手をやらない方がいいんですよ。いつも呼吸法こうやってやって、こうやって投げたりして、呼吸法ってだから、気にしないです、こう。手でたまたま手が近づいてた、そういう話で、これができてくるとこういろんな変化が応用すれば、いろいろあったあと動かせば、入り投げとか入り投げからこういうのね、入り投げも最近言ってますけど、入り投げもね、小手返しも同じことですよ。場所が遠いから小手返し近ければ、開けるとすごい何度もできます。